はい、皆さんはじめまして、高田博樹です。僕は今現在ですね、自分のスタジオにいるんですけども、今回僕スタジオをこの、コロナウイルスによる、自宅自粛期間ということで、思うように外に撮影にできないので、今回、こういった形でスタジオを、設けることができたので、今こういった形で初めて、今収録しております。初めましての方も多いと思うので、僕に個人について紹介させてもらうと、僕は普段ひろき高手という名義で Vlog だったり映像作品というものを、YouTube 上にアップしています。Vlog だと最近では、ディズニーシーでの友達といった Vlog だったりとか、あと映像作品で言ったら、最近だとクリスマスかな、去年のクリスマスに、開けた動画が、Vlog とはちょっと違った映像作品になってるんですけども、そういった形で僕は今映像制作活動をしています。で、映像制作をしているっていうのも、その僕は今学生なので、その学生をやりながら映像制作をやっているという状態なの で、今僕学生なんですけども、僕は今社会学を大学で学んでおります。はい、社会学といっても、その例えば、ニュースだったりとか、そういう、メディア関連の、マスコミ関連の社会学について学んでいます。僕が今回どうしてスタジオを設けようと思ったかと言いますと、映像を通してでは、伝えることができないこと、例えばチュートリアルだったりとか、そういったいろんな部分でのお話の部分も含めて、映像を通していろんな形でお届けできればなということで、今回スタジオでこういう感じで現在収録しております。まだ具体的にこう何を撮って、ここから何を発信していくかということはまだこう確かな感じではないんですけども、ここからいろんなことが学生なりの視点で発信できればなと思っております。はい、僕はそうですね、普段はチームで活動しているんですけども、僕とあともう一人と、違うキャンパス、大学の友達なんですけど、もう一人は、同じ学部の子で、でもう一人は高校が一緒だったんですけど、3人高校一緒だったんですけど、もう一人は違うキャンパスに行っているので、そういった3人で普段活動しています。で、僕は今使っているカメラが、今これ収録しているやつなんですけど、α7 III っていうカメラを使っています。で、今僕がいるこのスタジオはですね、このマイクとか机とか、今ここに照明があるんですけど、照明も含めてだいたい5万円ぐらいで揃えたものになります。結構黒背景とか、背景を立てるポールだったりっていうのも、Amazon で全て安く、最低限の価格で済ませたので、一番安く済むお買い物になったのかなと思います。スタジオを作る上で、お金をかけたくない人だったりいると思うので、そういった人の向きに、お金をなるべくお金を使わずにスタジオを作れるような、動画も近々上げていきたいなと思っております。このスタジオライトはですね、いくらだったっけな、2万円しないぐらいかな、結構安いやつだったので、安いやつなのにすごい光の当たりがいいやつなので、これは結構僕が買ってよかったなと思っております。今回自分のスタジオを持ったことで、ここで何かいろんなことが発信できればなと思っておりますので、今後とも僕の映像作品含め、いろんなことに期待していただければなと思います。また6月の26日にですね、ポッドキャストを配信していくことになりましたので、そちらの方もチェックしていただければなと思います。ポッドキャストの方では、こういった映像を通してではなくて、音声のみで、いろんなお話ですね、僕がこう大学生活を通して思ったこととか、友人関係だったりとかっていうのをいろんな意味を含めた上で、僕の持っているその考えだったりっていうのを、発信できればなと思っているので、そちらの方もチェックお願いします。何せこういうご時世なので、自分に何かできることがあるかなと考えたときに、やっぱりこう映像で何かを届ける、伝えるということが、少しでも皆さんの元気につながればいいなと思っておりますので、これからも応援よろしくお願いいたします。みたいな感じで今日は
以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。